FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聴いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではメンヘラジオ第19回の収録となっております。はい、はい、収録日、今日がですね1月23日月曜日となっておりまして、はい、聞いている皆さんは、うん、もう2月、2月か、はい、2月6日月曜日に、ね、節分も終わってるじゃないか、放送というか聞いていただいてると思うんですけれども、はい、節分終わってるか、2月3日か、節分って 2月3日が節分、うんうんうん、そうですね、僕たちはまだ1月23日でなんですけれども、うん、ちょうどね先日ね、当ラジオ番組でもメンヘラジオでも何度か紹介させてもらってました、国連の元特別報告者ダニウス・プラスさん、はい、リトアニアの精神科医の方なんですけれども、はい、うん、その方をお迎えしたライオキシンポジウムを、うん、はい、つい先日1月の21日土曜日に、うん、那覇の方でね、教育福祉会館でしたっけ、うんうんうん、はい、そちらの方で、シンポジウムを終えまして、はい、はい、夏実さんは、無事登壇者としての務めを果たしました、はい、よかった、はい、終わった、はい、お疲れ様でした終わったぞ、はい、聞いてくれた人というか直接足を運んでくれた人もいたのかな、うん、分かんない、まあ、分かんないけどね、うん、まあ、声かけてくれなかったからいなかったかもしれんけどね、うん、その確率の方が高い、うん、もしくはね、同じメンヘラだから声かけようにかけれなかったとかねなんて話しかけたらいいのか分からなくてみたいなさ、うん、それもそれで嬉しいけどね、うんうん、お便りください、そんな人うん、でシンポジウム、緊張したと思いますけど、はい、いかがでしたか。うーん、大丈夫だったそうね、しっかり堂々と話してましたねちょろいで、はい、では、本日のメンヘラジオ、ここいらでお開きって言いそうだった、おー危ねー、はい、30分よろしくお願いします。メンヘラトーク、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージも感想もどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、はい、では本日のテーマの前にですね、うん、実は先週第18回の、うん、はい、収録の際に話した、うん、トークテーマ、私の苦手なこと、得意なこと、はいはい、こちらにですね、うん、収録した後にちょっとメールが届いたものがありますので、うん、せっかくなんで、うん、ちょっと紹介させていただきたいと思います。あ、OK です。はい、ではトークテーマ、先週のね、うん、私の苦手なこと、得意なこと、うん、はい、ラジオネーム沖縄大好きさんから、ありがとうございます。はい、沖縄大好きさん、2回目の投稿です、ね、うん、ありがとうございます。はい、メンヘラジオの皆さん、
全国の沖縄大好きファンの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きっす。二度目まして、久しぶりにメールしました。いつも欠かさずワクワクウキウキしながら聞いています。先週の放送を聞いていました、まさかドアの英雄が流れるとは、ウルトラマンネクサス好きなんだ。懐かしい、当時小学生でした。絆ネクサス流してくれてありがとうございました。今週のメッセージテーマ、夕飯のカレーを作り、カレーは完成させたが肝心の炊飯器のスイッチを押し忘れた話ではなく、テーマ、私の苦手なこと得意なこと。苦手なことを挙げると、実は昔から計算が苦手です。要は数学とかが大の苦手で、方程式とか頭がごちゃごちゃすることが多く、学生時代のテストではなかなかいい点は取れず、ちなみに僕は自分のペースでやれば頭の中に入りやすく覚えられるのですが、不器用なところがあり、慣れるまで時間がかかるタイプです。あと突っ込まれるのは大の苦手です。質問に対して答える際に突っ込まれることがあるのですが、なんというかプレッシャーを感じるっす。逆に得意なことを挙げると、もともと創作エイサーや舞台とかやっていた経験があるので、体で表現するのは得意な方ですとのことです。おー、計算苦手なのは一緒です。そう、夏美さんはね、まあシンプルに、まあ数字が苦手っていうのがまずあるかな。数字が苦手、うん、あの沖縄大好きさんは数学がね、なんか、うん、なんか方程式とかが、うん、あのごちゃごちゃしてちょっとややこしいみたいな感じでメッセージくれてるけど、なんかルートとかあったな。ルートそのサインコサインとかいろいろあったけど、うん、俺もね数学だけはもう本当に苦手で。苦手？そうそう、算数は得意なの。ああの小学校の間習うね、算数、どう違う、足し算引き算割り算掛け算。数学ってなってくると、さっき話したようにルートの計算だったり、うん、サインコサイン、そうそうそう、なんか3点の和を求めよみたいなさ、なんか三角形の、うん、わけわからんやつ。あなたあれ言えるよ、台形の面積。それはだから算数になるの。そうなんだ。うん、台形、上底足す下底かける高さ割るのにでしょ、うん、そうそう、三角形わかる。ちょっとすごいひねり出したやつをさらっと言われちゃったそうそう、だから数学俺マジでダメで、高校の時の数学ね、うん、もう諦めてました。もう赤点ばっかり取ってた、うん、1回ね4点っていう数字見た時俺二度見した、我ながら。全部埋めたんだよ、わからないなり、わからないなりに全部埋めて、うんうんうん、もう書いた中での丸はなかったの、うん、丸先生が丸でなんていうの、答案してくれた、うん、丸がなかった。三角で、三角4つで4点でした。三角で稼いだんだそう、何かが惜しかったんだろうけど、その何が惜しかったのかもわからないっていうね。三角マンと呼ぼう、うん、で、沖縄大好きさん、舞台とか、うん、体で表現するのが得意。そっちすごくない？すごいよ。すごいよね、うん、沖縄大好きさんこそシンポジウムとか登壇してさ、なんか、うん、喋るのはどうなのか分かんないけどね、なんか表現するのが得意とか、舞台で表現、踊る、踊ったり、エイサーとかすごくいいね、見てみて、うん、はい、では、沖縄大好きさんありがとうございました。はい、では、実際の募集したトークテーマいきたいと思います。はい、今週のテーマは、自分もおじさんおばさんになったなと感じた瞬間、うん、はい、ちょっと年取ったなというかね、うん、はい、若い頃これできたのにそのわけでできなくなってるとかね、うん、よくあるのだと筋肉痛が2日後に来るようになったとかさ、はいはいはい、大体いくつの頃に、うん、みんなそういう自分が、まあ、このラジオを聞いてる人がね、みんなおじさんおばさんとは限らないわけですけれども、うんうんうん、はい、同年代のね方がいらっしゃったり、まあ、先輩方がいらっしゃるかと思うんで、うん、どういった時におじさんおばさんを実感したのかなというお話をちょっとお伺いしたいなと、うん、はい、はい、では、届いたメッセージ、夏美さんの方に読んでもらおうかな。はい、はい、OK です。ラジオネーム、夢をつかぽんさん。はい、つかぽんさん、ありがとうございます。枕が臭くなったシンプル甥っ子に臭いって言われたそれはただの文句
友達に臭いポエムをプレゼントしたらポエハラ、かっこポエムハラスメントって言われた。結局匂いだらけ笑い。まあ、ということです。そっか。でもね、まあ匂いはね気にするよ。するする。それもしょうがないよね。何、いわゆる加齢臭みたいなやつね。うん、それはしょうがないんじゃない。いや違う、そういうことじゃないよ。あ、認めてるってことじゃないよ。うん、あの夢をつかぽんさん友達だけど、うん、臭いって思ったことないよ。あ、まあそうね、うん、うん、その通りなんだけど、うん、でもね、やっぱ寝てる時ってさ、寝てる時無防備だもんな。寝汗とかでさ、よくあるじゃん、あの、うん、お父さんの枕嫌いみたいなさ、娘が嫌がるみたいなさ、うん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 、やっぱおじさん臭ってきっとあるんだと思うよ。うん、うん、でまあ匂いで言うとね、俺マジでまあ20代ぐらいからタバコも吸うしさ、まあ、お酒も飲むようになったしさ、うんうん、眠ってからいつくらいからかな、もうびっくりしたのがさ、うん、朝起きたらなんか口の中なんか誰かになんか用を足されたかなっていうさ状況になってるみたいな、そんぐらいのなんか悪臭を感じる時があるんだよ。あれショックよ。ショックだね。だからもうずっと口の中のよだれ溜めてからさ、うん、洗面所行って洗面所でペッて吐くまで何も一言も喋れないっていうね、うん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 、よくあるよね。あるね。夏みもあるかな。夏みはどうかな。どんなかね、わかんないな。寝起きの夏みの口の中匂い嗅いだことないかな。やめてくれ。はい、じゃあ続きまして、はい、あ、私言っていい。はい、はい、ラジオネームかねさんより。かねさん初めてだね、ありがとうございます。僕は高校生の頃、家から学校まで1時間かけて3キロ歩いて登校していたんですが、うん、今の自分はついバイクに慣れて歩くのがしんどくなりました。はい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 、というかもう体力的に無理です、うん、おかげで最近は食べ過ぎなこともあって同級生に久々に会ったらお前誰？みたいなことになります。うんうん、うん、体重40キロぐらいだったやつが95キロにまで太ったらそりゃそうなるわなと思いました。うん、若い時は沖縄市から北谷まで歩いたりもしていたんですけどね、うんうんうん、おっさん化した今では歩くのは普通じゃなく健康のためみたいな感覚になってきました。はいはい、他のエピソードとしては、うん、僕はタバコを吸っているんですが、仲間コンビニでタバコを買うとき、うん、マスクをしているせいもあってか、うん、身分証を提示してくださいと言われることがあって、うんうんうん、ちょっと嬉しい。俺の見た目まだまだ若いのかって、いやいやそうにめんどくさそうに提示してるんですが、内心では喜んでいたりします。うん、若いときは年齢で喜ばなかったけれど、うん、見た目年齢を褒められているようで嬉しいと思うのはおっさんになったからだよなと思いました。なるほどね、そのこと。そうね、見た目年齢をなんか、うん、若く見えるとか言われたらね、うん、そんなことないよ、もうおじさんだよみたいなさ。それはもうおじさんだよな。本当におじさんだよ。嬉しくなるのはね、うん、ちょっと年取ったなって思う瞬間かもしれないね。うん、すごくわかります。うん、まあ、若く見られるのは嬉しいね。うんうん、歩く、ね、歩これのね、うん、ですごいところがね、やっぱりね、40キロだったのが歩かなくなった、バイクに乗るようになって、うん、まあ美味しいご飯も食べてね、うん、95キロぐらいまで、うん、俺の勘だけどね。でもカネさん、うん、カネさんもきっとね、多分何かしらの病気だからさ、うん、40キロまで減ってた、減って、なんか何かしらの病気でさ、うん、食えない時期とかがあってからさ、うん、食べ物を喉が通らないっていう時期があって、うん、今こうやってあのメールね送ってくれるぐらいだから、うん、連絡あのメッセージくれるぐらいだから元気になってんだよ。元気になってんだよ。そしたらご飯、美味しいご飯も食べれる。ご飯も美味しくなっちゃう。うん、それ当たるよね。うんうん、まあいいことではあるけど、バイク乗り出したらそうね、歩かなくなるんだね。なる。夏美はバイクも乗ったことないけどね。想像で行ってみた。じゃあ夏美さんはなんか自分がおばさんになったなって思った瞬間とかある？おばさんになったなと思った瞬間、あのおばさんになったなって、あれだね、うん、顔がね、あのなんていうの、おばさんになってきた。まあそうなんだけど、そうなんだけど、確かに、うん、そっちに行こう。じゃあ、あの写真とかね、はい、人が撮った写真とか見るとね、うん、私がいた位置におばさんが写ってるわけ。それお前や。
それ私だよっていう、おばさんになったなって思う。あ、写真で気づかされるっていうね。写真は気づくね。写真マジでリアル写しとるからな。写真やばいね、たどりやばいね。自撮りはまだほんとごまかせて、たどりごまかせないね。たどりはな、うん、なんか口開けてたりするから、口開けて白目向いてたりで、なんか疲れが顔に完全に出る。そうそうそう。あとね、もう一個あるよ。何？顔についた枕のシワが消えにくい。ああ、はい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 。これはなんでかね、水分不足なの、それとも水分が多くてむくんでるから、なんかこう跡とか、こっちでこうやって寝て、むくみ、跡がついて。もう私結構さ、あのお風呂とかも朝入るんだけどさ、うん、なかなか取れんのよ。はい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 。張りがなくなってるとかそういうのもあるんじゃない？肌のね、あ、刺さる、うん、針がね、針がない。針、そうそうそう、でも針はなんかありそう。ほら見て、見えないかアンパンマンみたいな。まあね、でもいいと思うのよ、別にそれで。そうね、うん、全然気にしてないってなっちゃったら、これがおばさんかもしかして。まあいつまでもね、なんていうのかな、おじさんだからって何かをいろいろと諦めるよりはね、うん、抵抗して生きていきたいとは思ってるけどね、うんうん、ちょっと若作りをしながらさ、うん、うん、若いって言われる方がね、やっぱ気持ちいいしね、うん、そうだね、うん、まあでももうさすがに身分証提示してくださいってタバコ買うとき言われなくなったな、うん、っていうおじさんとおばさんの話でした。はい、皆さんメッセージありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーでございます。はい、はい、本日、紹介させていただくのは、うん、木梨憲武さん、はい、はい、の曲で、うん、はい、GG スタンドアップフィット松本貴弘、うん、こちらを聴いていただきます。はい、あ、おじさんおばさんになったなっていう瞬間ですよ。そうね、うん、でもね、本当にね、おじさん、俺ね、あのもう一つ俺もあってね、うん、やっぱ30過ぎたあたりからね、うん、まあ、涙もろくなる。あ、まあ、これってね、やっぱなんか年取ったら涙もろくなるよって言われたから、あ、これで俺もおじさんになってきてるんだなって思ったんだけど、うんうん、それよりもなんていうのかな、強くおじさんを意識させられたのは、うん、朝起きてさ、うん、顔とか洗うじゃん、うん、洗ってて、なんとなく鼻の下見たら、鼻の下から鼻毛がさ、ふにきわーってしてるんだけど、鼻毛に真っ白いの、白いのが混ざり出した時、あれはちょっとショックだったね。白髪の鼻毛か。そうそう、頭はまだいいのよ、なんとなくね、うん、あ、頭はあるね、私も頭いっぱいあるね、うん、夏美さんの場合でもあの病気というかさ、いろんなトラウマ抱えてるから、豆腐メンタルじゃないですけど、牛豆腐メンタル、牛豆腐メンタル、はい、だからストレスがかかりやすい、まあ、ストレスがあっての白髪だったメンタリティではあるからね、うんうん、でストレスでちょっと崩れやすいメンタリティであるから、うん、それがやっぱりなんかよくさ、人ってものすごい怖い状況とかいろんな負荷がかかった時に、うん、真っ白に毛がなるとかさ、うん、なんか怖いものを見たとかさ、そういうのも あるから、やっぱストレスが大きいんじゃないかな、夏美さんの場合は。白髪に関してはね、白髪に関しては、うんうん、俺の鼻毛もストレスかな。いや、というかさ、鼻毛ってさ、うん、昨日までは見えていなかったやつがなんで今日見えるの。相当伸びるの早いんだと思うよ。あ、そうなんだ、寝てるでシューンって。そうそう、それかあのやっぱり嫌な、なんていうのか、花粉とかそういうのを防ぐ役割もあるはずだから、なんか微生物とか、うんうん、だから肉臭い匂いを嗅いでたら減るって言われてんのよ。あ、増えやすいっていう。へえ。だから一時あのパチンコ屋さんとかが喫煙 OK だった時って、うん、タバコが黙々としてるからさ、うん、その時期はやっぱりなんとなくだけど鼻毛が伸びるのがすごく早かった気がする。うん、実際鼻毛ボーボーのおじさんとかパチンコってるからね。こいつめっちゃ鼻毛出てるな。メダルコインだせコインと。玉だせ玉って思ってた。常連さんや。はい。じゃあ、OK？ あ、OK OK。はい、お聞きいただいているのは、はい、木梨憲武さんで
GG スタンドアップフィート松本隆弘さんでした、うん、はい、こちらねファーストアルバム木梨ファンクザベスト収録曲で、うん、まあ、これ3年前に、ソロでソロアーティストとして、うん、リリースしたアルバムなんですけれども、うん、この曲はねビーズの松本隆弘さんとのコラボ楽曲となってまして、はい、木梨憲武さんのりさんのね、うん、同世代へのほろ苦くもポジティブで力強いメッセージが詰まった一曲となっているそうです、うん、まあのりさんはね今もう60歳かな、うん、60になってるはずだけど、そんななるんだ。そう、俺もねもうあと20年後にはねそれぐらいの年になるわけで、きっとこの歌のね歌詞に書かれていることが、うん、まざまざと実感するようになっていくんだろうけど、うん、うん、この PV もねかっこよくてね、のりさんかっこいいからさ、うん、PV、そうだね、そうそうそう、 PV もおしゃれでなんかなかなかなんていうの表には出ないって言われてる PV に、あのファッション業界のさレジェンド、うん、竹尾菊池っていうブランドがあるんだけど、うんうんうん、そういうの菊池竹尾さん、うん、聞いたことあるが、友情出演、へえ、はい、でミュージックステーションにねこの歌で出たことがあるんだよ、うんうん、のりさん久しぶりにタモさんに会えるっつって、うん、でなんかその時のタモさんとの会話の中で、うん、カラオケでこの GG スタンドアップ自分の持ち歌を歌ったそうなんですけど、うん、しっかりと音を外して24点だったって言ってました、はい、では、はい、楽曲紹介のコーナーでした、はい、はい、メンヘラジオエンディングです。はい、早いですねエンディングなんか30分って早いね、毎回言ってますけど、うん、たまにはなんか違うこと言ってみたら遅いね30分、いやいやいや、それは嘘になっちゃうから早いね、まあ、なんかちょっと言い回しを変えてみるとかさ、うん、So quickly30 minutes とか、ね、最近ちょっと最近ちょっとダニウスさんやったから英語使いだなんだよな、リトアニアのね国連の人に会えたんだから英語で、なんていうの、なんていうの、早いね時間って、いや知らんけど、タイムライター、いやそれはなんか遅いとかね、あそうかそうか、クイックとかそういうのを使うんじゃない、クイック、アーリー、ハリアップとか、アーリーとかさ、いつハリアップねラジオラジオ急げよみたいな、なんどういうことやねん出川英語みたいになっちゃった、はい、ではラジオですね、まあ、来週で、うん、20回、うん、まあ、これもある意味節目の20回を、いいね、記念だね20回、はい、迎えるわけですけれども、満を持してですね、うん、収録曜日がね変わったこともあってね、なかなかお呼びできなかったゲストの方とかもいらっしゃってですね、うん、来週は、うん、みんな知ってるかな、まあ聞いてる人ね、このラジオもいないかもしれんけどね、うん、うちらがお世話になってるハピアンさんのデイジチャーコロビーカフェより、うん、あの人をお呼びしたいと思います。あの人を召喚するんですか。はい、あの人をついに召喚しようと思って、ついに、うん、まあ彼が来たらねあの兄さんが来たらどうなるか分かんないんですけどね、どうなるか分かんないね、はい、もう座る位置も変わってるかもしれないね、そうね、まあカメラに映像には映りたがらないだろうけど、うん、うん、映したろうかでもまあでも楽しいラジオ番組になるよう、なんとかね、そうね、はい、なんかね眠れない夜が楽しくなるようにって、まあ、自由にも喋らせていただいて、喋っていただいて、うん、まあでもなかなかね、あの人のねちょっとパーソナルな部分って聞く機会ってなかったんで、いろいろ掘り下げていければなと、あんまり語りたがらない人だからね自分のことね、そうね、うん、なのでまあ付き合いとしてはなっちゃんもねもう3年4年ぐらいになる、3年4年ぐらいなんかも、うん、いろ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 聞きたいこととか聞きたいことか、ね、聞きたいことか、うん、4年目にして聞きたいことかいいじゃん別に、考えとくわ、そうそうそう考えといて、うん、はい、でそうですね、いろいろ、あでもあれやってもいいんじゃない、ん、
あの正体を今言っといて質問ある人募集するとか。いやでも質問ある人募集してもうこれが2週間後に放送されるから、うん、次の収録はでもあれよ。あじゃあ今の、今度だよ、聞かなかったことにしてください皆さん、うん、だからちょっと夏美ちょっとそこら辺よく分かってないからさ、なってくるんで、義務教育でやらなかったから。そうね、収録は多分今度はそれこそ2月6日になるかもな、多分ね、うん、分かんない。1月30日がね、僕ら沖大でちょっと講義することになって、うん、であの収録がちょっとできない可能性があるんで、あ、はい、まあちょうど2本撮りゲスト迎えるからね、うん、2本撮りする予定なんで、まあじゃあお楽しみということで、はい、では本日のメンヘラジオはここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、じゃあありがとうございました、はい、また来週。あ、また来世か。